ビンダッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のランツベルクアムレヒ軍に、属す、マチソンデ、フィンニング、エレージングと共に、行政共同体を形成する。行政共同体の本部は、ビンダッハ城内にある。この町は、公式には6つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ビンダッハ家は1157年に、 初めて記録されている。ビンダッハは、バイエルン選定工領に属した。閉鎖、ホーフマルクを形成し、後に、フィル男爵の所領となり、ウンタービンダッハに、館が置かれた。町長はリハルト・ミヒルである。彼は2014年に、バルターグラーフからこの職を引き継いだ。町議会は16議席からなる。ズ柄、ガラ、青字で、上部に、銀の波体。 基部の銀のミブの上で跳ねる金の爪、縦紙、大持つ銀の馬。ビンダッハ上ンダッハはアウトバーン A96 号線のインターチェンジを利用する。ありがとうございます。